はい、ということで、えー、今日は僕のやってるヒトが研究所のメンバーと対談をするなんて企画をやってるんですけども、はいえー、今回お相手は金子さんですよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。金子さんはなんかそもそも何でしたっけうちのマンションでなんか揉め事があった時に何かフェイスブックでアドバイスしてくださって <laughs> そうですね。確かに水か何かだと <laughs> ですよねで。でしたね。ね。<laughs> そうですよね、まあ。あれアドバイスいただいて落ち着きましたね。ありがとうございました。よかったですね。あの。はい いろんな事情あるんでね、双方言い分があるんで。<laughs> はい。そうで、まあ金子さんはね不動産のポールでなんとゼロ円ゲット、ゼロ円で不動産をゲットするというなんかものすごい面白いことをやられていて、はい。そうその話を今日またこうみんなに共有する意味で聞いてみたいと思うんですけれども、はい。えっとどどんな感じですかご説明ちょっとしてみますか。なんか。うもう本当軽くご,ご説明させていただいて、<laughs> はい、そこから足立さんにこうあのお話質問いただくのがいいのかな。他やるだけですよね。はい。はい なんか資料が見ます。え、じゃあ画面共有させてもらっていい<あ>よろしいですか。はい。はい、これ見えてますかね。はい、八百四十六万なんですか。はい。 これって突然ねこんな数字出されて何なんだと思うじゃないですかこれ何かって言いますと、うん、あの日本国内の空き家の件数なんですよ空き家ね今空き家問題とかになってますもんね<数>相当な数ですね、はい、そうなんですよね846万個空き家がありますよって総務省が発表してるんですよはいはいで,務省がで空き家はどん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 増えていってて、はいはい、まあ 家余りなんですよ、簡単に言うと。日本、はい、で言うと家余りで。その家を私はですね、特に戸建て住宅をゼロ円ゲットしてるっていう状態なんですね。ここまで聞くと、ものすごい大丈夫か、怪しいと思うんですけど。<laughs> <laughs> <laughs> そうですね、もう怪しさ満点じゃないですか。はい、そんなことできるみたいなね,ね、はい今。ゼロ円ゲットって表現してますけど、ゼロ円でやるときもあれば。 まあ五十万とか百万円とか、うん、だいたいですね軽自動車一台分ぐらいで取引することがほとんど土地付きこだ土地付き小戸建てがですよね。土地付き小戸建てですね。はい <laughs> はい。はい、もも例えばどうなんですか。はい。でまああの、はい、そ,そもそもじゃゼロ円ゲットしてどうするんだって話になると思うんですけど、まあ私の目的はゼロ円ゲットしてゼロ円ゲットとは一戸建て住宅をゼロ円でゲットして、はい、誰どなたかに売るか。 はい、どなたかに貸すっていうことで、集計を得ることってことを一番目的にしてるんですよ。もう別にゼロ円でゲットして自分が住んだっていいし、別荘にしちゃってもいいし、もちろん OK です。自分で住むとね、基本的に1件か2件しかゲットできなくなっちゃうんで、<あ>あの私、もっといっぱいゲットしたいんで、誰かにに貸すすようにしてますそういうことか、なんか,なんか法律上、ゼロ円ゲットはなんか1個か2個じゃなきゃだめみたいなルールがあるんですかいいやいやそんななこととくてちっとあ 物件を取得したらほったらかしにせずに生かしたいと思うと、はい、まあどなたかにね使っていただくか貸すかって方がなんか多いのかなと金子さんちょっと余談になるんだけど俺金子さんに紹介してもらったところでこの間、はい、東京ドーム1個分の土地ではい、はい、江戸時代からの古民家でおおだからものすごい豪邸が建っててお<ー>で周り一周こう白い塀で囲まれてて<お>100万なんですよ。 ついにあれですか、戸建てゲットを超えて、白ゲットってことな白ゲットですよ、子どもないからの込ミ、もう本当に武形屋敷みたいなとこで、あいい,じゃいいじゃないですか。で、それ、実際見に行って、オーナーと話をして、でもなんかね、申し込みが殺到しててね、今、誰にお渡しするか、オーナーが悩んでるらしいんですけど、え、足さん、手を挙げて、エントリーしてるんですかえであ手を挙げて、会いに行ってきたんですよ、オーナーに。おおあ、ほん白ですよ。<laughs> とんでもない土地ですもん。 だから今後の足立さんのスクールはそこで開催されるとてうこともあれました。ご自身が0円ゲットしていただいてご自身で使うってことも多いんですけど私は売るか貸すかって収益化するってことをメインでやってます。人によっては0円でゲットしてう素敵にリフォームしたりとかっていろいろあると思うんですけど私の場合、収益をメインにしてるんで。 そんなななにねデラックスなリフォームはしない感じですねでちなみにこんな物件をですねああ全然十分じゃないですかこれ山形県でねちょっと地方なんですけども、はい、<laughs> まあ厳密度ね0円じゃないんですけどいろんな事情があって0円じゃないんですけど、まあ、10万円なんですねほぼ0円は,はあほぼ0円で中を見ると まあこんな感じで、ね、全然いいじゃないですか。いいですよね。はいはいはい。こういうこう残置物って呼ばれる前の方がお使いになったお荷物の片付けも。はい 私ですよっていう条件で。あ、込みでね。あのはい。あの、十、はい、十万円で取引してる。あと金子さんさ、俺らね、まあ、ユーザー方すると、一番気になるのがさ。あの、所得税とか、なんか、なんとか相続税とか、そう、なんだ、結局税金山のように払うんじゃねえのと思うんだけど。そうじゃない、そうでもないんですよね。税金払いますよ。税金払いますけども。まあ。 えっと、取得にかかる税金と、毎年かかる税金ってちょっと異なるんですけど、はいあはいはい、固定資産税とかそうんすね固定資産税、毎年で、えっと、取得にかかるのが取得税なんですけど、大体10万円、10万円から15万円ぐらいあれば、十分かなと、はい、仮にですよ、不動産取得税が100万します、200万します、500万しますって仮になったとしましょうよ。はいはい、そしたらですよはい その地域はめちゃくちゃ土地の価値が高い地域なんですよ。ああ、なるほどね。土地の。かはい、そうです。土地の地価が高いと税金が高い。<laughs> うん、土地の値段が安いと税金が安いんですよ。うん、税金。税金五百万かかる物件を。もしゼロ円ゲップできたら。はい、超スーパーお得です。 あそう <laughs> 超スーパー男、喜んで500万で税金払うんで、ああその地域の物件、ゼロ円ゲットさせてくれって、私言いますよなるほどねいや俺もさっき話した東京ドーム1個分のお城ね、オ、はい、ーナーにこれ、手に入れたらいくらぐらいそのプラスその100万円で売るっつってんだけど、うんうん、プラスいくらかかりますかって聞いたら、だらまあでも年間50 40万とか3、3 40万だよって言ってて、あそのくらいだったらまあいいかなと思ったんですよね。 お城年間40万で十分じゃないですか。お城ゲットしましょうよ。お城欲しいオーーナがってんちょっとね、やらしいですけど、もうちょっと値段、応じますよって言ったら、心がね、もしかしたらなびいてくれるかもしれないですね。もしかしたら、足立さんのご友人のね、の素敵なモデルさんと一緒に連れてって、一緒にご飯食べたら、じゃあ、足立さんに。 売ろうかってことになりますからあの手この手でできますね本当に面白い情報ですよね。ほかんかサンプルもう一個ぐらいそうですね、こういうね綺麗な物件っていうのもね分かりやすいんですけどもいろいろ取り組んでるとねそうじゃない物件もいっぱい来るんですけどちょっとね衝撃的な映像をねお届けするんですけどこんな感じなんですよ。これ私 ベロンっていうこの症状のことをベロンって呼んでるんですけどこれ何が起きてるかっていうと一戸建て住宅の屋根に穴が開いて雨が入ってきちゃって部屋の上のこれ2階なんですけどね部屋の上の天井を溶かしてしまって天井が垂れ下がってきちゃってベロンっていう状態になってるんですね。でこれがこうリフォームねし終わった状況なんですけども普通はね リフォーム会社さんにお願いしてどんなボロい物件でも、うん、お金さえかければいくらでもリフォームできてピカピカカになるんですよそれはそれでいいんですけど、うん、私は収益を追い求めてる立場なんで、うん、とにかく激安でお貸しするんでご自由にセルフリフォームしてくださいってお話しさせてもらって入居者さんに、うんうん、超激安で家を貸してこれはですね私がリフォームしたんじゃなくて入居者さんがリフォームしてくれたんです。 私はリフォームに一切手間をかけずに、はいはい、お家賃をいただきながら、まま、入居者さんがリフォームしていただいてるっていう、<laughs> へ<ー>そういうやり方もあ,の、まあ、あるので。 やり方はね本当、千、あ、差、のー、万別、いろんなやり方があるんで、うんうん、そのやり方をまあまあ金子さんを頼れば教えてくれるってことですよね、そうですね私がスクールを運営してますので、はい、スクールの仲間と一緒に楽しく学んでいただくって感じですね、はいはい、どいや僕ほら、自分で遊びで借りるしか思ってなかったけど、そ,うか、はい、それか借りて、貸して収益をゲットするっていうのももちろんできるってことですよね。はい、そうですねどちらでも、はい、あのお使いいいただいて まあ、さっきの、ね、白タイプはご自身でお使う方が良くて、人<や>を、ね、借りる人を見つけるというのはなかなか難しいので、そういう,こう、まあ、ス,クールスクールもやってますし、はいうん、自分がプレイヤーとして、大家、えーえー、業をやってますね。 なるほや今日もね、なんか金子さん、朝金子さんから4件ぐらい物件の情報はいはいて、この後じっくり見させていただきたいと思いますそうですね、あのあたりはたまだちょっと詳しく見てないですけど、なんか4件とも良かったですよ、いい感じでした一応、お住まい、東京じゃないですか、渡辺さんが。なので、できるだけ関東圏内でちょっと調べて、お届けしたって感じですね。 はい、ありがとうございます。はい、はい。じゃあ、ちょっと金子さんに興味がある人はね、金子さんに連絡ができるように。連絡先、はい、この動画のところに添いときますんで。はい。後でその連絡先もらえればと思います。はい。はい。なかなか。はい、あの、面白いコンテンツで僕もん。<laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。え、はい、ちょっと、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。